ジャッカルです。今からね、お腹が減ったんでね、ランチですか。ランチを食べていきたいと思います。ランチ。ここにはね、納豆1、3パック。これを、ぐる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 。回数にはこだわりません。結構泡立ってきたら、からし入れましょうか。どないやっちゅうね。からしをこれ押すやつやな。一つ、二つと。んで、三つ。で、もうちょっと辛さが欲しいので、わさびを追い足したいと思います。わさびこんぐらいかな、でぐるぐるぐると。ああ、からしとわさびのええ香りがするな。で、これにね、まあ、付属の、あ、これは一つで、一つかな？生醤油、これキッコーマンかな。生醤油を入れてと。で、冷蔵庫に金山寺味噌見つけたんで、ちょっと賞味期限は切れておりますけれどね、まあ賞味期限だから。うわ、えらい固まってるな。これをこの程度と入れますと。これでまずいわけがない。金山寺味噌、えらい閉まらんな。あ、しまった。ね、これを混ぜろと。金山寺味噌が固まってるからな。あ、しかも。で、混ぜていきます。贅沢だな。米欲しいな。僕ね、ジャーを持ってなくてね、だから米が欲しいときは、近くのセブンイレブン行って。ご飯のやつをチンして
持って帰ってくるんですけどね。じゃいただきます。うん、ぶぶ隠し味の金山寺味噌がいい働きしてんな。やっぱ美味しいものってあの辛みと甘み両方ある方が美味しいかな。これ絶対米やった方がいいやつやん。ね。宝くじ当てたいっていうか、もう買ってないから当たるわけないけどね。宝くじが当たったら幸せ買えるかな。なかなか3パック結構量あるな。今日朝の朝食はバナナやってね、これが昼食になります。バナナ何食べようかな。さすがに納豆だけあったら飽きてくるな味が。で、あと豆乳をいただきます。で、野菜も取っとかなあかんっていうので、青汁ですね。で、豆乳、青汁を豆乳に溶かして、やる際にダマになってしまうってことがあって、なかなかうまいこと溶けてくれないことがあります。そこで、ダマにならない方法を僕は編み出しました。どうやるかというと、この青汁の粉、これを
茶汁の粉をもう口の中に入れてしまうと。すると全くダマにならない、無駄にならない、納豆に豆乳ってね、結構もう豆まみれですけれども、あら膨れた。あ、そうや、食後の肩あっしゃれた、食後は梅干しです。ごちそうさま、いかがでしたでしょうか。ジャッカルのパーフェクトランチでした。それでは。